藤沢武雄は実業家。本田総一郎と共に、本田技研工業を世界的な大企業に育て上げた。本田総一郎の名産謀と言われ、本田は藤沢に実印と会社経営の全権を委ね、自らは技術者に徹していた。劇作家で舞台演出家の藤沢文を沖縄孫にあたる。1910年、現在の茨城県有機市で、 父、秀で郎、母、雪の間に生まれる。旧生経科中学校を卒業後、1934年から、三ツ林商会という鉱材小売店に勤める。1939年には、独立して、日本機構研究所を設立。しかし戦争が激化したため同社を、畳福島県日本松町に疎開する。終戦後も福島に留まり、製材業を営む。 1949年8月、通産省議官の竹島博士の引き合わせで、本田総一郎と出会い、同年10月には製材業を引き払い状況、本田の常務に就任。東京営業所の開設を皮切りに、本田の財務並びに販売を一手に取り仕切るようになる。1952年には、専務、1964年には副社長に就任。 派閥解消のための役員をおべやせや役員の指定を入社させないといったシステムや1954年に発表されたホンダのマンシマ TT レース出場宣言は藤沢によるもの。1973年社長のホンダと共に副社長を退き取締役最高顧問となる。この引退は後継育成を見極めた藤沢が決断したものでホンダは その藤沢の決断を聞いた際に藤沢の意思を組み取り引退を決断したと言われている。創業25周年を前にしての両者の現役引退は当時最高の引退劇とも評された。1979年鈴鹿サーキットとタマテックのマスコットキャラクターこちらちゃんのデザインモデルとして手塚治から取材を受け同年10月にこちらちゃんは マスコットとして誕生した。1983年には、取締役からも退く。その後は、政財界との関係はなく、オペラや歌舞伎などを楽しむ、趣味人として、予勢を過ごした。影に徹したこと、また経営者でありながら風流人が一面を持つ点、その卓越した、経営手腕によって経営者たちのファンが多い。また MBA コース等での教材として、 たびたび取り上げられる人物である。1988年12月30日、新近高速により死去。78歳没。藤沢は、生前、社業に没頭した外活動を一切、行っていなかったため、生存者序紛には、縁はなく、また自身ももらうつもりはなかった。そうした、藤沢の性格を熟知していた、本田の役員陣も、 積極的に働きかけを行っていなかった。死後、それを見かねた、通産省機械情報局自動車課長の鈴木隆夫が、助君を所管する、総理府に働きかけた。しかし、総理府は、藤沢の対外活動が乏しいとして、難色を示した。だが鈴木がそれを粘り腰で押し切り、車窓3日前の1989年1月24日、増14位。 君三等局実中受賞のジョイジョ君が決定した。藤沢とホンダは、ホンダの株式及びそれに伴う配当金などから得た、莫大な創業者利益をもとに、1961年に、区学生への研究助成を行う基金として、財団法人作業会を設立した。同会が給付する、奨学金、助成金に関しては、藤沢が考案した以下の条件があった。 奨学金の用途は問わない。レポートは必要ない。将来の進路も自由。返還の必要はない。誰が支給しているか知らせてはならない。作業会は1983年に解散するが、本田藤沢の二人が作業会のスポンサーであったことは、当時は徹底的に伏せられ、解散記念者恩会の席で初めて二人が、 スポンサーであった事実が公開された。この回からの助成金を受け取った研究者の一人に、毛利守がいる。タクの戸籍上表記は、旧事態の、沢。藤沢は、戦前より竹島を通じて、ホンダの名前だけは知っていたという。現在、こちらちゃんは、ホンダ参加のサーキット施設運営会社、モビリティランドの、マスコットキャラクターになっている。ありがとうございます。